皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、じっちゃんチャンネルを立ち上げてね、1年5ヶ月立ち上げたっていうかさ、登録をしたのは去年の6月なんだよ。じっちゃんチャンネルをね、ちゃんとっていうかさ、じっちゃんチャンネルとしてさ、やりだしたのが、動き出したのがだいたい7月からなんだよね。それを考えるとさ、今月で1年5ヶ月かで、来月で12月でさ、ちょうど1年半になるわけだよね。まあいろいろね、あったっていうか早かったね、早かった。でね、当初の目標、じっちゃんチャンネルをさ立ち上げた最初の目標だよ。じっちゃんがさ、じっちゃんチャンネルをさ立ち上げた理由っていうのは、年寄りでも YouTuber になれるという実証実験をやりたかったわけだよ。で、周りにもね、結構前からね、そういう今からも高齢化社会になるんでさ、年寄りでも活躍する場がね、結構あるんじゃないかっていう話をしてて、じっちゃんはね、 YouTuber ってさ、 YouTube でね、ご飯食べてる人のことを言うと思ってるんだよね。でも、もう周りにしてもさ、周りにして周りにはそんないないんだけどね。まあ日本全国見渡すとさ、結構副業とかね、そういうサイドビジネスということでさ、 YouTube を活用してる人が非常に多いわけだよ。で、今年からさ、会社の人間でも副業を認めるっていう制度ができたんだよね。確かね、いつだったかな、夏頃だったかな。正社員でもさ、副業を認める。ただ本業にね、支障のない副業なんだろうけど、だからそういうことでさ、やっぱり国が言うのはね、矛盾はしてるんだよね。結局労働時間を短くしなさいね、残業もさ、週何時間以上はダメですよとかね、そういう通達を出したりさ、副業を認めなさいとかね。副業はさ、自分の意思でやるわけだから、どうなんだろうね。そのあたりのさ、本業に差し支えない程度の副業っていうのがね、そんなね、はっきりと線引きできるのかなって思うんだけど。だからじっちゃんが言ってるのはそれじゃなくてさ、今から高齢化社会にどんどんなっていくわけだよ。いや、年寄りでもね、活躍できる場って、まあ、結構あるわけだよね。自分のさ、経験を生かしてさ、いろいろ指導したりとかさ、そういう、まあ、人の役に立ちながら報酬を得るっていうようなさ、こともさ、いっぱいあると思うんだよね。じっちゃんのさ、周りでもさ、友達でも、あのシルバー人材センターみたいなとこにね、行ってる人もいる。まあそれはそれでいいと思うんだよ。まあさ、自分にさ、手に職があったりとかね、なんかの技能者だったとかさ、人にね、物を教えるのに特化してたとかさ、そういう自分が今までさ、歩んできた経験をね、元にね、やっぱり人のためになって報酬を得るっていう方法もあるわけだよ。で、中にはさ、じっちゃんみたいにさ、新しいことをやっぱりやりたいってね、思う人もいるわけだよね。新しい世界に飛び込んでいきたいとかさ、そういう人もいるわけだよ。まあ無鉄砲っていう言い方はおかしいけどさ、そういう好奇心のさ、まだある人はいっぱいいるわけだよ。じっちゃんの友達でもさ、大手企業に勤めてね、退職してさ、今遊漁船をやってる人もいるよね。それからさ、郵便局のさ、大型トラックに乗ってる人もいる。それからね、バスの運転手になってる人もいる。だからいろんなことをさ、してる人がいるんだよ。全然経験のないことをさ、第二の職業にね、第二の職業って言ってるかな。結局定年退職してからさ、次の仕事を、今までもう全く関係ない仕事をね、してる人がさ、何人もいるわけだよ、じっちゃんの周りにも。まあじっちゃんもさ、こう新しいことには非常に興味を持つわけだよね。じっちゃんもさ、見てさ、面白そうだなと思ったらさ、もう自分でね、やってみないと気が済まない方なんで。それとまあ友達関係も多いしね、知り合いも多いから、結構いろんなことをね、相談を受けるわけだよ。まあ極端なことを言うとね、おぎゃーから墓場までのね、相談とかね、受けるわけだよね、いろんなことをね。だからさ、こう自分が経験したことはさ、こうそれなりにアドバイスもできる。アドバイスができる上に、やっぱり説得力もあると思うんだよね、自分が経験したことはね。だからそういうことでね、じっちゃんはなるべくさ、いろんなことを経験しようと思ってる。経験しようと思ってるとかさ、じゃなくてさ、自分が興味を持ったことはね、やらないと気が済まない方なんだよ。でね、まあ、話がちょっとこうずれそうになったけどさ、で周りにもさ、まあ、YouTuber っていうのがねあるんだよ。自分の経験だとかさ、自分の技能を生かしてさ、こうやってビデオに撮ってね、こう YouTube で
流すことによってファンを獲得して広告収入を得るというねやり方もあるわけで、だからそういうねことで、その自分がどういうさビデオを撮るかによっても違うんだけど、まあ足が悪かったりとかね、あまり歩けなかったりとかさいう人は、じっちゃんのこの独り言みたいにねブツブツ喋る、いろんなことをね喋る、人の役に立つことをさ喋る。じっちゃんの場合は全然ほとんど役に立たない話がさ多いんだけど、そういう人のアドバイスをするとかね、相談を受けてそれに対して動画を作ってあげるとかさ、そういうやり方もできるわけだよ。だから場所とかさ関係ないわけだよね。でさ、今日何を喋りたいかっていうとさ、じゃあその YouTube に特化してね考えた場合にさ、じゃあ YouTube をさ始めるとしたらさ何が必要なのっていうことだよね。まず YouTube にもいろいろ規約があるわけだよ。こういうことをしたらダメですよ、ああいうことをしたらダメですよ、こういうのはダメですよとかね、そういういろんな規約がある。それを踏まえた上でさやるとしてね、じゃあ何が必要なのっていうことだよね。最低さスマホがあればできるわけだよ。スマホがあればね、スマホでできる。スマホでさ動画を上げてる人もいっぱいいるわけだ。いろいろさじっちゃんも調べてみるんだけど、スマホだけでさ YouTube をアップしてる人も結構いるよね。でさ何が必要なのかなって思ったわけだよ。じゃあ今から YouTube を始めようとね、 YouTube に動画作ってアップしようっていう場合にさ、最低何が必要かっていうと、まずカメラが必要なんだよ。カメラとビデオカメラ、まあビデオカメラがあればなんとかなるよね。あと家にさネット回線が必要だよね。まあ今電話なんかもさ結構光とかさ、それとかそのテレビなんかもさ有線のテレビとかさ引いてる人も多いからね。だからそういうのでネット環境っていうのはさ、もう昔からしたら非常に各家庭にね入り込んでるわけだよね。光も利用できる。まあビデオカメラはさあるとこも多いと思うんだよね。特にさじっちゃんみたいな年になるとさ、孫をねビデオで撮ってあげたりとかするビデオカメラもあると思うんだよ。本人が持ってなくてもさ家族の誰かが持ってるとかね、そういうのがあると思うんだよね。あとさ最初はさやっぱり編集は必要だと思うんだよ。編集もだけど無料ソフトもあるしさ、あとパソコンがあればできるわけだよね。でパソコンで編集をして YouTube にアップをすると。だから編集もねそんな難しく考えなくていいと思う。じっちゃんのさビデオを見てもらうとさ分かるんだけど、じっちゃんのビデオなんてほとんどこうカットカットずっとこう喋るんだけど、噛んだりとかね変な音が入ったりとかするとこうずっとカットしていくわけだよ。カットしてそれをこう一本の動画にしてねアップしてるんで、編集としては全然難しいことないんだよね。あとまあ音楽をつけたりとかさっていうのは、その YouTube にさ無料でダウンロードできる音楽っていっぱいあるわけだから、その中から選んでねつければいいし、あと文字が必要であればさ文字を打つとかさ、それぐらいなんで、周りにねそういうのができる人っていっぱいいると思うんだよね。ちょっとさ教えてもらったらできると思うんだよ。あとは慣れだよ。何でも慣れだよね。喋るのも慣れ、編集するのも慣れ。だからそれさえさ繰り返し練習っていうかね、まあ最初はさビデオに向かって話す練習をすればいいと思う。まあ、じっちゃんは全然その練習とかせずに最初からさこうやって喋ってるんで、じっちゃんなんか特に喋りがさうまいわけでもない、うまいわけじゃないけど、まあ普通会話をするわけだよね。人間生きてたらさ通常会話、いろんな人と会話はするわけだよ。そういう感じでね喋ればいいわけだよね。あとはね機材をね、家にあるものをさ使うって言ったら、最初さ思い当たるのが今はスマホかな。スマホで撮れる、スマホで撮ってその動画をパソコンでね編集するっていうやり方が一番お金はかからないのかな。パソコンもね大概の家にはあると思うんだよ。じっちゃんはさ 4K 動画とか撮るんで、ある程度性能のいいさパソコンを使わないと 4K 動画って編集がねなかなかできないんで、いいの使ってるんだけど、まあ普通のさ YouTube に上げるぐらいの動画だったらさ、そんなにねいいパソコンを使う必要もないわけだよ。だからね周りにあるものでできると思うんだよね。でじっちゃんがさ何をその今使ってるかっていうとね、外でさ撮るときはさ、今まではこれ使ってきた、これソニーの RX100M5 だね。でもこれ先月の旅行で三脚が倒れて壊れた。ソニーにね
修理してもらおうかなと思って送ったんだよ。送ったんだけど、とんでもない金額がかかるんでさ、もう修理せずに送り返してくれって言って送料だけね払ったんだけど、これを使ってた。でもこれを使ってたんだけど、これ高いんだよ。これ高い。これね、じっちゃん買った時にね、13万ぐらいしたの。で、これのさ、付属品のバッテリーとかさ、なんとか買ってるんだけど、結局パーだよね。使えないからさ。まあでも、まださ、ジャンク品だとかさ、そういうのがまだ少ないわけだよ。これはね、マーク5はさ。で、あっても高いんでさ、もうちょっと待ったらね、安いこれのさ、ジャンク品が出ると思うんだよね。で、そのジャンク品を買ってさ、買ったのとね、ニコイチでさ、一つのカメラにね、してなんとかねならないかなと思ってね、もう捨てずにね持っとこうと思ってさ持ってるんだけどね、外で撮るときはこれを使ってた、この RX100 マーク5だよ。それとね、これ GoPro だよね。これね、 GoPro のヒーロー6か、ヒーロー6、これをさ車につけたりとかさ、歩きながらとかね。でこれをこういうジンバルにのしてさ撮ってるわけだよ。で外で撮るとさ、風の音がねこう入るわけだよ。結構風吹いたりとかするんでね、そういう時に使うのがこういうマイクだよね。外で使うマイク、これはロードのねモノラルのさマイクなんだけど、これにこのまま使うとやっぱ風切り音が相当入るんで、これにウィンドジャマーつけてね使う。それかこれだよね、タスカムの DR10L ピンマイク、ピンマイクだ。こういうピンマイクだね。これをね、こう、ここにつけてさ、じっちゃんは撮ってる。で、外で撮るときは、じっちゃんはこのタイプが一番多いわけだ。で、これにもさ、ウィンドジャマーあるんだけど、こういうね、ウィンドジャマーって風切り音をさ、撮るマイクにさ、くっつけるやつがあるんだけど、これしてるとさ、なんか、ね、目立つわけだよ。なんでじっちゃんはこれをね直接こう洋服をさボタンを外してね、下着なんかこの洋服の下にさポチッとはめてボタンを閉めてね、これで喋ってるわけだよ。こうすることによってもマイクも何も見えないしね、まあ人からさ見たらさ、なんだあのじじいは独り言ブツブツ言いながら歩いてって思われるかもしれないんだけど、これがさこういうのがね、ウィンドジャマーがボンボンをさこんなとこにつけてさ、なんかこっちの方がじっちゃんはなんかねあれだなと思ってね、こういう撮り方をしてます。それとさ、あとさ、じっちゃん昔からさ写真とか好きで写真とか撮ってたわけだ。写真が好きな人はさ、こういう一眼レフカメラとか持ってると思うんだよね。こういう一眼レフカメラでもさ動画は撮れるわけだよ。こういうのを利用するのもいいと思うんだよね。じゃあね、もう年取るとさ、もうこんな重たいカメラさ持って回りたくないわけだよ。もうほとんど今持って回ってない。よっぽどの撮影のさ目的があってさ、しょうがなしにこの重たいカメラをね持っていく時はあるんだけど、通常はもう持っていかない。今さ、じっちゃんが持って歩いてるのはこのソニーのさ RX100 がさぶっ壊れたんで、その代わりに買ったのがこれだよ。これも一眼レフなんだけどね、ソニーのさ α6400 っていうねカメラなんだけど、これ RX100 マーク5、この世代はね動画がね長く撮れないんだよ。規制がかかってたのかな。カメラで動画を撮るとさ、ビデオカメラと普通のこういうカメラとのさ区別をするために、このカメラで撮る動画の連続撮れるっていうね時間がね短かったんだよ。おまけに熱暴走を起こしたりとかしてね、長くは撮れない。今のさ、今年だったか去年だった改定されたの、今のこういうカメラはさ、その規制っていうか、そのあれがこう区切りがなくなったんだよ。だから今のねカメラはね長く撮れるんだよね。まあただそのバッテリーがさそんなに長く持つもんじゃないんでね、こういうカメラはさ、ビデオカメラだと1時間や1時間半ね平気で撮れるよね、連続でね。でもこういうカメラはさバッテリーがちっちゃいんでそこまで撮れないわけだよ。でも HDもそうなのかな、そんなね長く撮ったことないんだよね。これでもじっちゃん動画をさそんなに長く撮ったことがない。外でさ撮る動画っていうのはもうちょこ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 撮って回るわけだよ。一つのとこを撮るって言っても1
分取れば長いよね、長い方だよね。だからそういう取り方ちょこ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 取ってくるんで、それを一つにまとめて動画にするんでね、そういう取り方なんで、こういうカメラでもさ十分機能するわけだよ。で実は外でね独り言ブツブツさ喋る時があるんだよね。車の中でもそうだし、どっか公園に座ってさ喋ったりする時がある。そういう時はもうこれだよ、 GoPro、 GoPro でね撮る。これだと別にさ、ね、30分喋ろうが1時間喋ろうが撮れるわけだよ。今のカメラは高いっていうかさ、こういうコンデジとかさ、こういうカメラをさ買うとさ高いわけだよ。これも先月の終わりに買ったんだけど、これでも13万いくらしたのかな。ソニーから買ったんだよ。アマゾンとかで買えばさまだ安くで買えるんだけど、実はソニーで買ったんで13万いくらだったのね、13万ちょっとだったかな、したんだよね。結局これも13万いくらしたわけだよ、こうコンデジでもね。でなんかね安くてさいいカメラないのかなと思ってね探したんだよ。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。